ピーターさん、テーマの発表をお願いいたします。はい。金儲けに暴走するジャスラック。音楽教室での演奏が著作権料の徴収対象となるのかで争われているジャスラック、日本音楽著作権協会と音楽教室を運営する企業団体との裁判の第1回口頭弁論がおととい行われ、双方のトップが法廷で意見陳述をしました。音楽教室側は徴収を受けると運営に大きなダメージを受け、音楽を学ぶ機会が減少すると指摘。ジャスラックは収入が1円も創作者に還元されないのはおかしいと反論し、主張は真っ向から対立しています。まあ、ジャスラックとしては、まあ、その業界全体のということなんでしょうけども、うん、まあ、アーティストサイドや使用者の皆さんから本当にもういろんな声が聞かれますよね。そうですね、うん、まあ、あの音楽業界は規模が少し縮小気味になってきているんですね。これはまあインターネットのこととかいろんな要素があるんですけど、あのジャスラックはそういう、まあ、作詞家作曲家の権利をあの代行している組織なわけですからね、うん、その楽曲の収入を徴収するところなわけですね。でいろんなところで、例えばあのレコードというか CD が発売されると、そういうところからも印税が発生しますし、あの公の場で演奏されるとそういうことでももちろん印税は発生します。でも例えばね、最近美容院だとかね、そういったところでも別にあの音楽をかけてそれで儲けてるっていうわけではない、うん、でも BGM として流している、うん、でもそれでも徴収する、うん、あるいは小さなバーだとかね、うん、そういったところでも別に音楽で儲けてるわけでもないのに、うん、そういうところでも徴収する、まあ、これはまだかろうじて理解できる、うん、まあ、あんまり僕はあんまり感心しないことだけど、うんうんうん、でも音楽教室となるとね、あのレッスンを受ける子どもたちが、ね、例えばまあ誰それ あの有名なヒット曲を、あの弾きたいと思ったら、うん、まず多分あの楽譜用意するでしょ。そうですね。楽譜を用意するってことは多分ね、買うことだと思うんです、うん、そこで印税が発生する、うん、あるいは CD を買ってきて、うん、それをあの真似してやるとかね、うん、いずれにしてもね、印税はそこで何らかの形で払われているはずだと思うんですよ、うん、それでその部屋の中で子供がピアノ弾いたりなんかしてあの歌ったり、それでまた演奏権という、まあ、あのそういう分類になるんですけどね、おそらくそういうことで徴収しようとしてるんだと思います。いや、教室の場合はね、なんか絵画とかでもね、やっぱりあの美術館に行ってこう模写をしてっていうところもあって、なんかこうちょっと教育とやっぱりね、先ほど言ったこう美容院云々とちょっと違いかなと思ったりしますけどね。確かにね、僕もあの昔 YMO の仕事をしている時の、あの歌詞をちょっと手伝いしたんですよ。だからまあ印税を受ける立場でもあるんですけど、うんうん、個人的に言えばね、一切ねああいうところからはもうお金はいらない、どうぞどうぞと僕は思ってるし、うん、あの知り合い あの作詞家作曲家でもね、そういう同じ意見の人が難しいですいますからね。これはジャスラック行き過ぎだと思います。行き過ぎだと、うん、まさに注目ですね、うん、裁判所これどういう判断をするのかっていうのはね、うん、いやもうあのお店の経営の方からもやっぱり聞きますよ、はい、あのフラーッと誰か来て、うん、いい音楽ですねって言って、うんうん、あって言って、でこれジャスラックのものですっていうような、そういう形で、うん、お話が来て、まあ、驚くと。でもそれお店は、まあ、でまあしょうがないかっていうことです。どうなんですか、ただジャスラックのあり方については、まあ、放送局とかにしてみたら一個一個権利申請するよりかは、まあ、まとめて管理しているところにお支払いして、でもそれが果たして本当に音楽業界の成長のためにきちんとしたこう投資がその後続いていくのかというと、どうなんでしょうか。そうとも限らない、そうとも限らない、うんと僕は思ってますけどね。あの長いことね、ジャスラックしかなかったんですよ、うん、だからみんなもう、うん、あの異論があっても全く通らなかったんです、ええ、でもうだいぶもう20年くらい前から、坂本龍一を含む何人か あの割と力あるあの作曲家たちが別の団体を作ったんですね、ただそれもあの小さかったということもあって、まだまだやっぱりジャスラックの力が強いんですね、でもねこういうことになるとね、ジャスラックにじゃあもうあの委託しないっていうね、作詞家作曲家は出てくるんじゃないかなというそんな気もします。うん、そうですね、うん、まあ、あの
競争原理がそこにまあ働いていくようになったらまた変わるんでしょうが、確かに最近も少し別の団体を立ち上げようという動きが、うん、大手のレコード会社の方から始まったりもしてますよね。これ音楽教室側でこのお金を徴収するとなった場合は どちらにというか、音楽教教える側がそういう風になるのか、そうですね、それとも教室側が年間いくらっていうことになるってことね、ジャスラックに納めるっていうことになると思います。内訳がちょっとなんか不透明というか、生徒側が結局それを払うようになるのか、うん、その先生側が払うようになるのかっていうのは、で結局月謝が上がるってなったとしたら、結局は生徒側が払うっていうことになるのか、どういう感じなんでしょうね。まあジャスラックの方もね、まあでもこういう形で、まあ、アーティストさんたちがまた、まあ、徴収を代理としてやっていきますという機能があって、ちょっと裁判のやっぱり行方が注目されますね。ありがとうございました。